ということで、本日はですね、近況報告というか、実は今月私は仕事を転職したばっかりなんですけれども、転職してからすごく体調が良くって、やっぱり前職ちょっと夜遅くなっちゃったりとかしてたんですけど、まあ今の仕事は5時半に終わる。5時半が定時。やっぱり5時半で終わったら何をするかって言ったら、やっぱり飲みに行くしかないよねということで、毎日酔っ払わせていただいております。なんとですね、私行きつけのお店って今までなかったんですけれども、行きつけのなんとクラフトビール屋さんができてしまいました。おめでとうございます。で、職場の人と仲良くなって、その職場の人と一回ね、ビール好きなメンバーで行ったお店なんですけれども、ちょっともう一回行っただけでもかなり気に入ってしまって、2回目からなんとね、一人で利用するっていうねことをしております。はい、ということで、一人で行ってきた時の動画をですね、撮ってきましたので、よかったらご覧いただければと思います。それではセクシー帰宅ルーティンスターティン。私の行きつけのビール屋さんは新宿野村ビルディングにございます。エスカレーターを下って地下2階こちらでございます。到着しました。ビール工房、こちらの1から10のビールの中から好きなビールを選んで飲んでいきます。本日私は一人で60分飲み放題2400円のコースを頼ませていただきました。どんどん飲んでいきます。そしてこちらが私の一番のおすすめのエビでございます。という間に4杯目のビールです。最後は黒ビールで締めさせていただきました。幸せ。外に出るとビルのイルミネーションがとっても綺麗。わお。半分眠りながら歩いて向かった先は駅の前のお蕎麦屋さん。セクシーに蕎麦を絡めていきます。そして半分眠りながら口の中に入れていきます。セクシーに蕎麦をすすります。セクシーにすすり続けること約10分。最後は蕎麦湯をいただきましたので、蕎麦湯で締めていきたいと思います。温かい蕎麦湯が優しく私の心を満たしていきます。今日も一日お疲れ様でした。こちらからはあまり記憶にないのですが、シュークリームを食べ歩いている動画が残っておりました。はい、ということで皆さんご覧いただきましてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。はい、とってもね、セクシーだったでしょう。ぜひね、私と一緒に飲みたいと思った方はぜひビールを全額おごっていただける方は募集中ですので、コメントお待ちしておりますっていうのは冗談なんですけど、
構チェーン店でビール工房って調べると新宿、あと所沢、荻窪だったりいろんなところにございますので、ね、気になった方はですねお近くのビール工房へぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、ビール好きな方だったら絶対お得です。まあ、クラフトビールとか IPA ってすごく高いと思うんですけれども、本当にね60分飲み放題2200円で120分飲み放題でも3000円ちょっとで飲めるので本当にお得です。私なんてすごい短期間にたくさん飲むので、ね、今回60分で5杯飲ませていただいてもうね元取らせていただいております。ありがとうございます。ということで、はい、皆さんもですねぜひ行ってみてください。またいいお店あったらこっち紹介していくのでよかったらまた見てください。バイバーイ。